我が半身よ。随分と賑やかだな。だって学園祭だもの。嬉しい。学園祭来てみたかったの。そうか、それは何よりだ。あれ、君、井出口さん。井出口マリアさんじゃないですか。クラスメートの鶴巻翔太です。覚えていますか？覚えてる。こんにちは。学園祭来られたんですね。ずっと休んでいたから心配していましたが、姿を見られてよかったです。ありがとう。そちらの方はご家族ですか？いえ、私は彼女の主治医で宮司キリヒトと言います。ああ、そうなんですね。お医者さんがついているなら井出口さんも安心だ。それじゃあ今日は学園祭を楽しんでいってください。ええ、ありがとうございます。ほとんど登校していないのによく君のことを覚えていたな。あの人、私の車椅子を押してくれたことがあるの。いい人。なるほど。では彼の勧めに従って今日は楽しもう。だが、その前に。少し、仕込みをしようじゃないか。試験管の中で、何か動いてる。虫？ああ、その通り。帰宅部にとっては最後の祭りになる。存分に楽しんでくれるといいが。お化け屋敷、甘く追加してほしいそうです。お客さんがすっ転んで窓に貼ってたのが破けちゃったって。え、暗幕は使い切っちゃってるでしょ。もうここにはないよ。でも窓塞がないとお化け屋敷が成立しなくないです。あ、どうしよう。キリコちゃん、パニックになんないでよ。どうしようかな。ナイスアイデア。さすが先輩、見た目不格好だけどこの際そんなこと言ってらんないですよね。じゃあニコ、ちょっと行ってきます。よろしく。お疲れ様、二人とも。これ差し入れです。ああ、マリン先輩、マジ助かります。どうも。宮迫さん大丈夫？働きっぱなしでしょ？いや、ほんと最悪ですよ。他の委員の人も何かと私に頼ってくるし、引き受けるんじゃなかった。でも皆さんを引っ張ってる時の宮迫さんはとってもいい顔してますよ。何よそれ。実行委員忙しそうだな。さっきニコちゃんがすっ飛んでくの見たわ。ほんと、なんで実行委員なんか引き受けちゃったかな。殺伐としてんな。つうか小鳩さんと山本は確か実行委員だったよな。そう、朝一顔だけ店に来たけどその後は見かけてない。どうせ遊び回ってるんでしょ。銀先輩、見かけたら閉めといて。まあ了解。じゃあ
僕は行くけどさ、お前ら仕事終わったら一緒に屋台でも回ろうぜ。なんかおごるよ。うん、期待しとく。大変大変。今度はどうした？演劇部と軽音楽部が一触即発。ステージの時間割のことで。はあ？もうとっくに決まったことでまだ揉めてんの？たく。どうする？かなりヤバい雰囲気だったよ。ニコじゃ舐められるから私が行く。あと男子誰か。そこの二人ちょっと来てもらえますか。喧嘩の仲裁しなきゃなんで。おお、キリコちゃんかっこいい。じゃあ先輩、残された者同士でパンフレットを折っちゃいましょう。受付に置いといたパンフレットがそろそろ足らなくなるかもです。ニコの華麗なパンフレット折りを見よう。シュババ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 。学園祭実行委員の皆さん、お疲れ様です。お、何やらちっちゃい美少年が。違いますよ先輩、学園祭は中等部との合同開催ですから。こちらは余裕ができたので僕もお手伝いができたらなと思って。案内ありがとうございます、鶴巻先輩。一人でも大丈夫だったんですけどね。何、遠慮はいりません。風紀委員たるもの、子供の面倒もきちんと見れなくてはいけませんからね。なるほどなるほど。精神年齢はきっと僕の方が上だと思いますけどね。それはどういう意味ですかね、月島くん。そうだ、せっかくお友達が来てくれたんでし、ぜひ一緒に遊んできてください。チラシよりこれくらいの量なら一人でパパッとやっちゃいますから。ここはニコにお任せです。お任せください、一個貸しですからね。せっかくですし、先輩の好意に甘えては。先輩、いい響きです。俺が学士ならこのお祭り騒ぎに乗じて動く。念のため見回りはしておきたい。しかしさすがに彼らも学園祭をぶち壊すような真似はしないのではないですか。普通はな。だがお前たちが会ったという学園内のマリオヘッドのことは気になる。油断はできない。じゃあ行きましょう。せっかくなので高等部の学園祭楽しませてもらいますね。それではごきげんよう先輩。いってらっしゃい。
よっしゃ、うんまい棒2本目ゲット。おめでとう、えらい。今の難しかったのによくわかったね。まあな。くっ、俺も1個くらい正解して景品もらいてえな。このクラス盛り上がってるね。ここはクイズ選手権を行っているクラスです。出題者役を兄貴がやっているようですね。へえ、どんなクイズが出るんだろう。興味あるね。皆さん、これからどんどん難しくなっていきますよ。よし、来い。では、次の問題。なんて読むのこれ。化学式 C11H17N3O8 で表される鎮痛剤にも使われるフグ毒の主成分は何？化学式？フグ毒ってヤバいやつだよね。なのに鎮痛剤にも使われてんの？これ聞いたことがありますよ。フグ毒の主成分は、あ、確かテトラドトキシン。あ、リュウトちゃん正解です。うんまい棒一本進呈。あ、やりますね。なんだ、高校のクイズ選手権ってこんな程度？リュウトちゃんには簡単だったかな。それじゃこの問題はどう？問題です。心理学用語で一つの文字をじーっと見ているとバラバラに見え始めることを。ゲシュタルト崩壊。すごい、リュウトちゃんまたもや正解です。すげえ。これも簡単すぎると思うけど。それじゃ次はとっておきの難問だよ。問題です。アインシュタインが物理学者ボルンに宛てた手紙で当時の量子力学のことを。神はサイコロを振らない。すごいすごい、正解だよ。な、何者なんだあいつ。天才中学生だよ。今の問題よくわかりましたね。クイズとしてはベタベタじゃない？ううん、リュウトちゃんはすごい。いっぱいお勉強してて偉いね。あのさ、この世界年齢通りじゃない可能性もあるんだから、なんで素直に子供扱いできるわけ？クイズ王じゃん、リュウト。まさにクイズ王ですね、月島くん。本当だ、クイズ王だね。それ、あだ名として定着させたら怒るから。
兄貴のクラスはもういいのですか？うん、次のクイズからは別の子が出題者を担当するからね。今日はもう何もないんだよ。お友達とお祭りを回れるなんてとっても幸せな気分。そんないいものか？全てイミテーションだろ。時間の無駄だろ。無駄なことっていつも楽しいものよ。お？なんかいい言葉っぽいな、ササラ。この曲は知ってる。キューピーの曲でしょ。キューピーちゃんの曲は女の子に人気があるよね。恋したくなるとか元気になるってみんな言ってるよ。クラブイベントか何かですかね。いや、申請は来ていないはず。まさか学園祭をぶち壊す気ですか？なぜだ、こんな派手なこと。学内に帰宅部がいると確定してなければできないはずだ。リュウトちゃん、危ないから下がっててね。全員気合い入れろ。全力で行く。頑張ります。手加減はしない。全力で行く。
んな大丈夫？まだ油断はできませんよ。キューピーの曲が鳴りやみません。これじゃあどんどんデジヘッドが増えていっちゃうね。あ、行ったそばからあっち新しいデジヘッドが来てるぞ。あ、どうします？戦いますか？逃げますか？敵が途絶えないならば他の部員と合流も手ではありませんか？確かに。ならばリュウト、ひとっ走りして部員に連絡を。でも戦えないリュウトちゃんを一人で行動させるなんて危なくない？どうしたリュウト？リュウトちゃん怖いよね。大丈夫だからね。怖がってるわけじゃない。しっかりしろよお前ら。仮にも俺の先輩だろ。何なんだよ今の効率の悪い戦い方は。リュウトちゃん、おー来たね。リュウト来てるよ。揃いも揃ってバカばかり。お前たちに任せてたらいつまで経っても現実に帰れるわけがない。やはりどこでも変わらないか。俺がやるしかない。言ってることは気になるが準備万端のようだな。 Are you ready? Go live! これがカタルシスエフェクトね。リュウトちゃん無理しちゃダメだよ。平気。自分の能力の把握もしたい。戦ってみよう。大丈夫、俺ならやれる。俺がやるしかないんだ。任せとけ。手加減はしない。全力で行く。これどうだ。手加減はしない。こんなものか。意外と大したことないね。前かリュウト、どうだ初陣の感想は。まあ大体戦い方は分かったかな。強かったですね月島君、助かりました。とっても心強かったよ。ありがとうね。いいんだよお礼なんて、できるやつの義務みたいなもんだし。本当可愛くないなこいつ。さてどうするかな。4人で放送室を見てくるか、帰宅部の合流を優先するか。部長はどう思う？
まあそれも悪くないが、確実性がない以上合流を優先すべきだな。複数の学士の攻撃だという線もある。じゃあ早速ワイヤーで連絡だ。場所はさっきの学園祭実行委員の本部あたりでいいか。そんじゃ行くぞ。みんなと合流するまで気を抜かずにな。みなさん、そろそろイベントが始まるよ。コクってラブラブぴったんこはここだよ。あ、お手伝いに来てくれたの。コクってラブラブぴったんこって面白そうな名前のイベントだね。どんなイベントなの？男女がカップル成立を目指すお見合いイベントだよ。超盛り上がってるよ。先輩たちもどう？君のクラスはそんなハレンチなイベントを行っているのか？学生が集まればこういう発想が出てくるもんだろ。いけません、フラチです。ちょうど人数が足りなかったところなの。みんなも一緒にどう？いや、俺たちは先を急ぐので。ココアちゃん、もう始めちゃおうよ。別室待機中の女の子あんまり待たせても悪いしさ。人が足りなくてもよくない？その分俺が女の子楽しませるよ。わっ、小鳩ちゃん久しぶり。ぎふん、あれが噂の逃げ回っているっていう帰宅部候補か。待て風祭り、緊急事態だ。はーい、これよりイベント開始です。